桜はまだですの。ええー、って作ったようなのチーター咲いとるかと思ったらやっぱり開花宣言してないきまだなのねえ。先週は梅を見に行っちゃろう思うての、うん、ちょっと心が躍らんかったけ梅はやめてどこ行ったんですかいの。ちょっとそこまでが日本海まで行ってしまう。で今日は桜を探し求めたけどまだちょっと早かったってやつよね。これ本当に赤花って読むんかな。どうなんじゃ。違うかもしれん。さっぱり。今日は別に当てもなくドライブしとったら坊ちゃんどこまで来たんですかい。しまないけど日本海まで来てしもうたよ。しまなきゃ横断したね。中国山脈を横断してしもうた。縦断じゃろ。縦断じゃない横断だから。ちょっとそこまでで山陽から山陰まで来たの。ちょっとのレベルがちょっと違った、ね、ちょっと違った。寒いわ。暖冬といえなんか今夜雪が降るらしいの。どこまでどこまで降るか知らんが、カメラも回すつもりじゃないけどせっかくじゃけ日本海本来ならこの時期日本海見れんのじゃけど寒うての。いや結構いいんじゃないのこれ。うおーすげえ。おあれ浜辺映っとるかこれ。これ浜辺降りれる。降りれるよ。赤花と海岸それぞれ 500m。 すごいのやっぱり外海じゃけ波荒いで。瀬戸内海瀬戸内海しか見てない。見たことない田舎もんじゃき。うわすごいの何やらいわ。あの先であるあのアクアス、あれアクアスだよ ね。アクアス水族館じゃ。なんかこう見てみ見てみ向こうこう半島の先まで歩いていけるんだが歩く線右行ったら前が起きてて左行ったらその半島が本当に赤花って読む。分からん、まあ、赤花ゼロのこれすごいな。でもこれ400m したから海岸が200で赤くなる。あーここか、ここ降りていくのにか。ちょっと行ってみよう。半島行ったと半島向こう行きたいんじゃが先にパソメ。いやあんまり時間潰してると今日は5時までに帰らないけ。それも夕食の食材を買って5時までに帰らんといけんけどもう3時。ほぼ4時になるよ。もう4時、これは無理じゃ。帰れんわ。片道2時間でこんなとこで何しとるんかのこの親子はって感じやの。なんで5時までに帰らんといけんかしたら
雨が降って夜は雪が降るでしょうなんて降りるんか、ボホ降りるんか、下まで行きたいか、いいよ行ってもいいよ、ちょっと待って、ここから見る景色はちょっと、あ、見えんわ見えんわ見えん、せっかく来たけ浜辺に降りて帰ろうかな、思い出に。もう映像自体何ヶ月ぶりに撮るかってやつやけど、降りるんだらいいか、登るんちょっと、あ、でも山直しした時よりはええけど、まあ、まだまだ足元しっかりしてる、そこまでドライブがすごいことになってるけど、ほんまに隣町とかでも予定だね、うんうん、ほんまよ、ちょっと梅を見に行こうって言っての梅どころじゃない、日本海なんですよ、梅がなかったら日本海行くの梅はあるのはあったが心が踊らんかったんやな、ちょっとね、ちょっとね、でもやっぱり海が見えた瞬間、うわー盛り上がるの、うん、それもパッて開けたっていうの、ただカメラのこの向きが悪いっていうのあのうわー言った瞬間に海映ってない、なんかわけのわからん無理が今回は編集なしのノーカットで行こうと思ってるけ、電源を入れると同時に喋りまくらん無口になっちゃうとそこでキリとなってくる系の編集で、うん、あ、ちょっと喋ってくれよ、ちょっと、おー、どうしてや、降りれる、車で降りれるんじゃ、いや、わからんな、駐車場はないじゃん、降りれそうじゃん、管理者が降りてるんだけど、この日本海のこのジャポンジャポンいう海の音をきれいに入ってくれんかな、足跡一つな、うん、てか俺らはこういうのすごいな、やるが、マジで、すごい、どこさ、背中押されてる、背中押されてそのまま海に入ってしまい、靴を落ちとるし、靴捨てなよ、潮に流れてきたのかもしれんの、破れた網は問いたし網か。
去年行ったよ、夏の日本から。変わらぬものは五代文字、私は涙で娘盛りの夢を見る。もう寒い、もう戻ろう。寒い寒い。砂がのこれ舞いよるんだよ、ね、さっきリア長ほど手に、うわーすごい手に当たって結構痛かったよ。足が違う。だけどこれ足跡残らんじゃろうの、あんだけ風で消えるんじゃろうね。ゴボゴボ言う、多分マイク音、風の音がゴボゴボ言う。聞こえてないか。聞こえてない。マイクのテスト中。マイク、全然違うね。でもあったかいね今日はね。そうだね、あったかかったよ。1週間前はあんだけ寒かったっちゅうのに、もう1週間でコロコロ天気が違うんじゃき。あの日の夜は雪降ったけの、のちょうど山越えすると山脈越えの頂上付近には21センチの積雪だった。ちょっとそれがほんの数日後にはこれじゃ穏やかな。見てみこの波も、日本海と違って穏やかな。ノーチューでもここは海じゃないしな。ダムのダムじゃもん、ダム湖じゃもんな。